玄関網戸は、玄関扉に付帯して設置する網戸。マンションにおけるルーバー式玄関網戸、玄関網戸という言葉は、全国的に見れば、非常にニッチな言葉で、その概念も曖昧であり、またその一種である、ルーバー式玄関網戸は、その現物を見たことさえない方々が多い。以下は、その概念規定、種類や、誕生の背景、取り付け手順等である。 玄関アミドの概念は、玄関アミドの言葉を分解し各の,のを概念規定し、再度これを統合すれば明瞭である。以上から、玄関アミドとは、閉鎖性と開放性という、相反要件を兼ね備えた、玄関扉の保管建具であると抽象的に概念化できるが、この概念の具体的な実現には、上記相反要素のバランスと、 さらにいくつかの要件を組み合わせる必要となる。閉鎖性、遮断性の程度と、要件外部の人間や、大型動物の侵入を極力遮断できる。物理的な強度外部からの虫当小生物を遮断できる。形状外部からの人間の視線を遮断できる。形状解放性、通気性の程度と、要件居宅内外の気圧さを利用した、通風性が確保できる。 形状閉鎖程度と解放程度の相互調整機能、その他要件閉鎖性、遮断性の程度と、要件外部の人間や、大型動物の侵入を極力遮断できる、物理的な強度外部からの虫、小生物を遮断できる、形状外部からの人間の視線を遮断できる形状。閉鎖性、通気性の程度と、要件居宅内外の気圧さを利用した、通風性が確保できる、 形状閉鎖、解放程度を調整できる機能その他、要件玄関扉の保管物であることのデメリット、抑制設置面積、使用時の必要面積の縮小取り外しの簡便性、使用上の簡便性美観性部材の美観性手入れ、清掃の簡便性リーズナブルな商品コスト、玄関アミドという概念の実現方法は、玄関の条件によりに分類でき、種類も、 下記のように二分類できる。一、簡易あるいは、単純な玄関網戸、閉鎖性を重視しないケースに、ルーバー式玄関網戸、開放性も閉鎖性も共に重視する、ケース以上の二大分類のうち、前者は閉鎖性を重視しない、条件ゆえ、ごく簡単なものから、幾分複雑なものまで、多種多様なものがあり、それらの外観はこのページに詳しいので、ここでは省略する。 小て住宅におけるルーバー式玄関アミドルーバーとは、鎧張り、鎧作りであり、ルーバーウィンドウとは、右の写真のようで、この言葉の主たる、機能、意味は、最高性、通風性、開放性であるが、前提として、右の写真のように、外部から、人間や、大型動物の侵入を遮断する、物理的強度を備えている。ルーバーの形状玄関アミド本体とこれを、 セットするための玄関モートワークに対別できる。構成要素マイナス1、玄関モートワークは上下枠と左右縦枠で構成され、玄関アミド本体は完成品の単体である。構成要素マイナス2、玄関アミド本体他に最も複雑なタイプもあり、以下の3要素で構成されている。右の写真のものは、アミド本体を4分割して、 おのおのフレームを中に挟むように、部屋内から、アミド部、部屋外から、ルーバーアルーバー部を表裏に配置し、4本のユリヤネジを、表裏貫通して固定する方式である。玄関モート枠取付部の最寸玄関がモート枠の、組み立て組み立て後の玄関モート枠を既存の、玄関扉枠に取付取付後の玄関モート枠に、玄関アミド本体を、セット以上が必須基本4工程であるが、 付帯して以下の作業が追加される場合もある。大阪、東京の近年の夏季の最高温度は以下のように約摂氏2度大阪が高い。7月約31摂氏29度8月約33摂氏31度9月約29摂氏27度このように関西圏はもともと夏季の気温が 関東圏に比べ少し高く、家屋の通風性に対する隠し対策が、比較的普及している土壌であったが、1970年代中期になると、大阪県でも機密性の高い集合住宅、マンションの建設が始まった。ところが、マンションの玄関扉取付部のサイズ構成は、非常に高い精度で標準化されており、玄関網戸の量産条件が出てきたため、 当初は蒸気ルーバーの写真のような木製の玄関アミドを建具屋が作り始めマンション向けに販売試行を始めた。これがルーバー式玄関アミドの誕生である。1970年代にはアルミサッシュが本格的な普及期に入り蒸気のような木製玄関アミドより安価で簡単に量産ができるアルミ型材による玄関アミドが開発された。 このアルミ製は、美観も良く、また、中心的な価格帯は、蒸気木製玄関アミドが10万円程度であるにも、かかわらず、商品自体が20から30年も使える、耐久消費財的側面もあるため非常に評判も良く、アルミ製玄関アミドメーカーと、取り付け業者の利益も大きく販売モチベーションが、大いに上がり、木製玄関アミドを短期間に駆逐し、 アルミセールバー式玄関網戸の市場を創出した。バブル期を通じ全国的に新築マンションも急増するにつれ、新築マンション向けのオプション商品マーケットができた。従来のチラシ等函によるマーケティングの手法に加え、新築マンション向けオプション商品の一つとしての販路が加わり、バブル景気で普及が大きく進んだ。その後も、 新築マンションの全国的な建築個数は年間十数万個から二十数万個で推移し新築マンションでの普及が進みさらにそれまでに玄関網戸を取り付けた人々の口コミにより既存のマンションでも普及が進み関西圏では普及率が50%を超えるマンションさえ現れマンションでは安定的な市場が完成した2001年 新宿歌舞伎町ビル火災を機に消防法の改正があり新築マンションのオプション商品販売ルートでの採用が抑制され販路の一つが大きく縮小するとともにメーカーの量産体制も整備され受給バランスが崩れ安値安定期に入ったなお消防法に関する解釈は最後の項を参照2011年3月11日の大地震 大津波により、電力需給が逼迫し、関東圏でも、夏季の玄関網戸に対する注目が増えた。原子力発電に対する懸念は長期にわたり、残存すると考えられるが、同時に、地球温暖化防止の意識も高まり、今後さらに、全国的な省エネ、節電の数勢は高揚することはあっても、低減することはないと、メーカー出荷台数から予測されている。 玄関アミドの通風機能のエネルギー源は、巨宅内外の気圧差であるから、長期的な将来にわたり、全国的に第二の前世紀が続く客観的条件ができたと考えられるが、ルーバー式玄関アミドの普及には、供給サイドに大きな限界がある。ルーバー式玄関アミドの生産メーカーは、全国で数社しかなく、いずれも中小企業であり、 全国的な思考体制も整備されてはいない。したがって、テレビや新聞等のマスメディアによる、大規模宣伝と大規模販売の手法は採用できない。ところが、玄関網戸の取り付け作業自体はさほど難しいものではなく、専門職人が不可欠とは考えられないので、DIY の手法が有効な普及対策となる。採寸作業と取り付け構想さえ立てられれば、 実動作業自体はさほど難しいものではないので、採寸に対する細やかなフォロー体制さえ完備できれば、普及は大きく進展すると推定できる。玄関網戸の認知度は、関西圏では相当高いと思えるが、各地方の気候条件もあり、全国的な認知度は、まだ非常に低く、また、需要期が春から夏季に限定的である。また、 取り付け職人の常設が困難であるため、潜在的総需要に比べ、全国的には、取り付け職人が圧倒的に不足していると言える。玄関網戸が個々人個別の住環境改善に、健康面や省エネ面での効果以外に、その普及は、下記のように、国家的にも省エネ、節電、CO2 削減に少なくない効果を発揮できる。 素材自体の省エネ性機能の省エネ性これは日本全体の送電力需要量の約1から0.6%程度であり京都議定書で国際公約された CO2 削減目標値7500万トンの約4から6%程度に当たる。以上は玄関アミド認知度の低さの反面その社会貢献度は相対的に高く大きい遊園である。 消防法第8条の2の4は、平成13年9月1日に発生した、新宿の雑居ビルの火災を受けて、新たに追加された規定である。条文の全文は以下。学校、病院、工場、事業場、工業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で、政令で定めるものの管理について、 権限を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難場必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、またはりに損置されないように管理し、かつ、防火度について、その閉鎖の支障になる物件が放置され、またはりに損置されないように管理しなければならない。以上、車体の部分がこれにあたるが、前半は、例えば、 狭い共用廊下部を塞ぐように玄関扉を開けたままにしておく自転車などを放置するなど後半はマンションにはエレベーターホールの隣などに非常用階段がよくあるがここについている防火扉と括弧の玄関扉の管理を指している玄関網戸は通常共用部である廊下と居宅を遮断した玄関扉の部屋内の専用部に設置されているので 管理組合には管理権限もなく、当然管理義務はなく、その管理責任者は個人である。玄関網戸は玄関扉を開放した条件下で使用されるが、その所有者が明確であるから玄関網戸が放置されていることはなく、かつ玄関扉が無人の無管理状態、長時間で開放されたままであることは通常あり得ないので玄関網戸が みだに損地されていることも通常はありえない。仮に無管理状態で玄関扉が長時間開放されたままであっとしても玄関網戸の設置と直接の関連はない。以上、集合住宅にあっては鉄製の防火扉を取り付けなばならず、また、個々人はこれを無人、無管理状態で長時間固定的に開放しない注意義務があるだけで、 その際、玄関網戸をどのように取り扱うかの規定はどこにもなく、また、一般的な防犯意識さえあるなら、このような状態はあり得ない。ただし、玄関網戸の設置は、玄関扉の開放を前提としているから、そのことにより発生する、美観性や、共用廊下部の使い勝手等により、管理組合規則で規制されることはあり得ると言えるが、 個人の生活上の自由権とも関連するため、その法的根拠の明確化は困難である。ありがとうございます。